よし、幕あぬのカオスゲートに行こう。時よ、メール読んでくれたんだ。私の知り合いにベアっておじさんがいるんだけど、その人が司のお気に入りのエリアを知ってたんだ。ここだよ、一緒に行こう。それじゃあ幕あぬのカオスゲートからエリアに行こう。団長、解析が終わりました。データ量の増大異常を示したログが確かにありました。時間的には団長がカイトと戦う直前ですね。団長が接触したという不審な PC は外部からの侵入者だと思われます。現場の調査にはトロンメルとガイストを向かわせています。まいったね。どうも、次から次と厄介事が起き上がんの。騎士団を片付けたら今度は不審な侵入者か。ああ何もかもめんどくさくなってきた。団長のくせに愚痴を言わないの。ちゃんとしなよ。そう言うけどさ、チェロ、そもそもこの仕事はあんま乗り気じゃなかったんだよな。勤務時間は長くて給料は安いし、コーヒーはまずいし、上司のジーニアスはやたら偉そうだし。シックザールの諸君、守備はどうだね。報告します。勇者カイトのフリーズに成功しました。これをもって黄昏の騎士団の排除は完了したことになります。現在は赤車版の試験運行を続行中です。よろしい、抜かりなく遂行したまえ。ザ・ワールドに新たな産声を上げるためにな。聞かれてないよな。うわ、ぶねえ。団長、もっと真面目に仕事をしてください。カイトとの戦闘にしても結果的に封じることには成功しましたが、データドレインの危険性を考慮すれば我々は総力を挙げて戦うべきでした。それなのに団長自らが抜け駆けするとは。
ギャーギャーうるせんだよメトロノーム。オルゲル、団長が勝ったんだからそれでいいじゃねえか。お前は後始末をする身になったことがないからそんなことが言える。ああ、俺がいつお前に尻拭いなんてさせたよ。まあ、とにかくだ。あの PC が何のためにザワールドへやってきたのか、そいつを知る必要があるね。アカシャ版に関心を示すようなら破壊するぞ。とっ捕まえて背後関係を洗いざらい吐かせた後でな。我らシックザール、リアルでもネットでもくだらないルールに縛られる必要はない。やりたいようにやらせてもらうさ。よし行こう。司がいるとしたらエリアの一番奥だよ。ああ、さあ気合い入れていくぜ。Thank you.
コラッシュ。扉の向こうから話し声が聞こえるぞ。これ司の声だ。来れる場所だったはずなのに、ここでも僕は逃げてばっかり。僕はただ誰にも邪魔されずに静かにしていたいだけなのに。え、そうなの？本当にそんな場所あるの？
俺にクリアできないものはない。つかさ、いなくなっちゃったね。タウンに戻ろっか。ああ、そうだな。侵入者なんて言うから、どんな害かと思ったら弱っちそうなボーイじゃねえか。俺たちシックザールの敵じゃねえ。ノーガイスト、さっさとぶちのめして帰ろうぜ。さっきメトロノームから指示が来たよ。泳がせろって。あの PC の目的を探りたいらしい。はあ、じゃあこのまま尾行続けんのか。めんどくせえ。まあまあトロンメル、文句言わないでさ。ひょっとすると面白いことになるかもよ。だけど、司を心配してる人たちが他にもいるんだ。今度時代にも紹介するよ。じゃあね、今日はありがとう。またな。とりあえずグランホエールに戻るか。